らゆら、らゆららゆら、オッケー、はい、ま、いらっしゃい、いらっしゃいませあ、この間の、この間のお客さんですね。テレランプ書いてくれてる方、どうですか？それ以降、調子いいですかね？雨降った日に曇っとったぞ。雨降った日？あ、右だけ曇ってたぞ。どうなってんねん。行きましょうか。失敗したんか。それ社会テレビですからね。お客さんの自己責任でやってもらってますから、失敗もある。僕が曇っとったんや。ちょっとね、曇ってた？ここ。それはお客様の自己責任となっておりますので、持ち込みで作業ですから、それはもうお客様のご自身の自己責任での取り付けということで、当店には一切の責任は ありませんので、お引き取りいただいてよろしいですか？店潰したろか。おい、何ブルドーザーでも持ってきて破壊するつもりか、うちの店。古いな。やり方古い。ということで、ちょっと曇ってた？うん、曇ってた。そういう時もあるよ。びっくりした。なんで？と思って。それは中に蒸気とか入るわけやから、当たり前に。曇る。蒸気？うん。まあ、ということで、今、ちょっと汚いから。ということで、今回はですね、このバレンティのジェル LED テールランプを取り付けて、2ヶ月以上経って、コメントでいただいたんで、ちょっとご報告の方をさせていただきたいと思いますので、見ていきたいと思います。まあ、何も変わってないですよ。うん、うん、全然。見た目は。なんかね、いろいろコメントでいただいてたんで、1年ぐらい経つと、なんかこの黒い縁が浮いてくるっていう。剥がれてくるの、うん、剥がれてくるっていうコメントもいただいてるんですけども、まだ1年経ってないんで、何とも言えないんですけれども、現状全く何の変わりなし。変わりもなし。これが剥がれてきたら困るけどな。剥がれてくるんや、うん、なんかピリピリって浮いてくるっていうようなコメントいただいてたんで、結構それが2個3個あったりとかするんで、コメントいただいてるんで、まあ多分熱直射日光が当たりすぎると特にその現象が起きやすいって書いてたから、ちょっとそれは注意する点であるね。うん、うん、あとこれ中曇ります、曇る場合があります、曇りますじゃなくて曇る場合があります。うん、うん、時たまその湿度とか、聞いてるよ、続けて、うん、ちょっと気になってね。最近どうしたんや。大丈夫、続けて話を聞いてる。うん、で、曇る場合があって、その湿度とか温度とか、洗車した後とか雨降った時とか曇る場合がある。別にそれ問題ない、問題ない、うん、問題ないんですよこれ。実はちょっとね、気になる人は、うん、コーキングした方がいいとか、シーラントでな、シール剤とかで、うん、シール剤、そうやね、コーキング剤とかでやった方がいいっておっしゃってる方もいるんですけれども、プロでもやってる人がおるということで、ショップとかね、それしたらダメな理由があるんですよこれ。実はこれメーカーが取り付け手順通りに取り付けたらコーキングはしなくていいってちゃんと公式で言ってて、することによって破損した場合は保証が受けられないっていうことになるので。保証が受けられへんっていうのはあれやな、きついな。そうそう、自分でいじっちゃって なんでその逆にコーキングすることで保証する可能性があるっていうのは、真空状態でコーキングするには問題ないんです。うん、ただ普通の家とかそういったところでコーキングしちゃうと、そこの湿度が中に取り込んでる状態でコーキングしちゃうんで、結局温度が変わると中で蒸気が発生するんですよ。うん、蒸気が水滴となってここに現れるんですよね。うん、それがまた故障の原因になるんで、コーキングは絶対してはいけないということです。で、実はこれコーキングしてない理由がもう一個あって、通気口が中に設けられてるんですよ。そうなん、うん、あの中に入って蒸気が出るようにしてるから壊れない設計になってるんですよ。で、肝心のこのランプのところはちゃんとシールされてるんで、電源の入るところはちゃんとシールされてるんで、そこが問題なければまず壊れる心配がない。で、それをコーキングすることによってその壊れるリスクがあるんで、それで壊れたらもう保証が受けられない。だから自然にこれの状態で、例えば蒸気が中に入り込んでショートとかして電気がつかなくなったという故障でしたら、ちゃんと保証書通り対応していただけると思うんで、これ壊れたからじゃあ新しいの持ってきてじゃないんで、基本保証っていうのは壊れたのを返して中で向こうで故障原因とか探求とかしたりする場合もあるんで、ほんまに中国製だったら文句言ったらすぐパッと送ってきよるけど、これは結構まあ、新しいやつ、うん、ちゃんとした、メーカー基準が設けられてるんで、コーキングとかして壊れてるっていうのを判明した場合はもう保証対象にならないんで、ちょっとやめといた方がいいというようなことにもなってるっていうことですね。で、あと車検問題っていうのがあって、やっぱり車検が落ちちゃうんじゃないかっていうのがあるんですけれども、実際これが E マーク、保安基準も適合してるんで、でこの E マークっていうのがちゃんと基準に合致してますよという。見えてんの？うん、
ちょっとね、うん、一番見え分かりやすいようにバレンティーをここに、うん、E マークっていうのがございます。これがあると通常は車検通るよ、あの認定されてるんで、数はこれで車検が通るんですけども、結局車検って整備工場とかその検査員とかの裁量で決まってしまいますんで、そんなんありかよ、どうしようもないよね。もうそれであかんって言われたらもう二度とその店行かんかったらいいと。そんな車検あっていいんかよ。でもまあそこもコンプライアンスとかあるからね、あかんもんあかんから。いやそうだから、あかんもんあかんけど通る時もあるかもよみたいな感じやろそれ。そうそうそう、そんなんあったらあかんやろ。それはね、もう車検に限らず交通違反とかも一緒や。そういう今問題になってる歩行者妨害のやつとか、何々県警何々県警で解釈が違うとかあったりするから、これもそうや、都道府県で違ったりとか店ごとに違ったりとか見解しておるから、もうそういうところでもうこれ認定があったらもう OK にしてほしいよね、うん、でこの認定つけてるにもかかわらずちゃんとダメなもん売ってるところはもう営業停止とかね、そういう方向性に持っていってほしいよね、うんうん、ここで OK、 ここじゃあかんじゃん、うん、ちょっと消費者もね困りもんなんで、うん、ちょっとそこは何とかしてほしいですね、何とかしてほしいですねというこのチャンネルでやったところで何も変わらないんですけれども、そうだね、一言言わせてもらいます。影響力がないからね、うん、だから影響力つけたいですけどね、ねでまあ、そういうことはさておき、もうその場合はもう純正に戻すので必ず純正は置いとかないといけない、まあ、E マークがある以上、まあ、警察に止められてこれは違法改造だということはないと思うんで、多分ね車検に合格するかせえへんかということになってくると思うんで、ちょっとそこまでの見解はわからないですけれども、純正は必ず置いとくと。でもあかんかったらもう店変えるかなんかなんやかんやして対策するしかないという。ただこれかっこいいからね。ただこれがディーラーさんの見解によると流れるウインカーにしてるんですよ今、うん、その流れるウインカーも実際は保安基準に適合してるんですけども、そのやっぱり個体差があってこう流れるスピードが違ったりとかして、前とのなんていうのこれこれがちょっとやっぱずれてたりする可能性がある。その場合も車検が通らないということで点滅に戻さないといけないとか、そういったことがあるんで、かっこいい反面やっぱり、まあ、デメリットって言うんですかね、そういったリスクもあるというものになってます。やっぱこれ昼間見て、やっぱねスモークなんでウインカーやっぱ見えんよこれ。暗いよな、うん、これが普通の人にどういうふうに見えてるのかっていうところもあると思うんで、じゃあ点滅に変えろよだから言ってるやんか、最初は流したかったから流してって言ったけども、うん、点滅にしてって言ってるやん。そうやな、点滅にしようかまだね、うん、ということで、つけられる際はちょっとその辺を注意していただいてお願いしますということで、いかがでしょうか。ちょっとねこれかっこいいんで、みんな取り付けていただきたいんですけども、そういったちょっとリスクも待ち受けてるということで、しっかりこのリスクとこのかっこよさを天秤にかけてもらって選んでいただくのがいいかなと思います。ただ他のメーカーのテールランプに比べてこれは信頼性があるんで、そこは多分一番上位の信頼性があると思うんで、ちゃんとね小糸とかね、そういった日本の超有名ところやったらもうこれあったら無条件で通るらしい日本メーカーだということで、また次回の動画いろいろ検証していきたいなと思ってますんで、チャンネル登録および高評価お願いします。いってらっしゃい。じゃあか、はい。